皆さんこんにちは、マイン役の松岡美里です。いよいよ10月4日からテレビアニメ暴食のベルセルクの放送が始まります。私が演じさせていただいておりますマインというキャラクターはですね、憤怒の滞在スキルを持っていて、褐色色の肌の少女なんですけれども、すごく強いんですよ。自分の体よりも大きな斧を振り回したりもするんですけれども、ちょっと無口で、だけど金目のものにこう目がなくて、だけどいっぱいご飯も食べちゃう、ですぐ寝ちゃうみたいな可愛らしい部分も持ち合わせてる、とても魅力的なキャラクターです。このマインちゃんが何話に出てくるか皆さんぜひお楽しみに。暴食のベルセルクというアニメはダークファンタジーで、みんながすごくワクワクうずうずするような物語になっておりますので、ぜひぜひ楽しみに進めてみてください。テレビ放送まであと3日、皆さん放送をお楽しみに。